では3つ目のキーワードです。小国過敏が理想郷。はい、今の、まあ、マクロビオティックの話も出ましたけれども、はい、最近 その健康志向のね、食に関する関心度の高さ、この最近はもうぐっと高くなってきましたが、そのずいぶん前から勉強されていて、そんなひろこさんですけど、将来的なことをこう教えていただきましたら、小国過敏ということをおっしゃってました。どんなことでしょうか。そうですね、はい、できるだけ狭い範囲の中で、うん、まあ、これは老子 の理想郷を表現した思想なんですけど、はい、老荘思想なんですけれども、はいはい、国はできるだけ小さく、うん、人口も少ない単位で収まった方が平和で、うん、はい、人民も幸せになれるという思想なんですね。でそれを、まあ、地域の中でも実現したいし、はい、まあ、滅ばの中でも実現したいということで、うん、これはもう主人がずっと理想郷として描いてきたものなんですけれども、まず、まあ、滅ば農園で生産したものを、まあ、滅ばのレストランで調理したり加工したり、それからそれをお店で販売したり、はい、そういうふうにその生産と流通加工消費が狭い地域の中で一体化して完結するというか、そういうものを、まあ、目指してて、うん、それが一番環境にも負荷をかけないし、はい、それから安全性もね、目が見える目に見える形で、うん、確認できますし、うんうん、いろんな意味で、はい、一番こう自然な生き方じゃないのかなというふうに考えてます。はい、菜食主義からスタートしたひろこさんですけれども、その後いろんな出会いがありまして、さっき お魚っていうのもちょっと出てきましたが、その後ある時卵を持ってきてね、ものすごくこう健康的に飼われた卵であれば、はい、ああこの卵も美味しいねっていうふうに、今だから卵もあと豚肉とか牛肉とか、はい、そういうものも召し上がるんですもんね。そうです、選ばれた、はい、選んだもの、はいはい、最初は菜食だったんですけれども、はい、でもうお肉とかね、うん、乳製品とか卵とかはもう毒の塊みたいに思ってた時代も、昔はね、はい、そんな時代もありましたが、はい、でところが本当に自然に飼われた、卵や、はい、鶏の卵や豚肉や牛肉や乳製品、乳製品は高温殺菌しないとか、いい餌を食べた放牧された牛の乳だとか、はい、そういうものであれば本当は人間のね健康の役に立つということがだんだん分かってきまして、でお野菜でもそうですね、菜食でお野菜食べてるからいいわけではなくて、やっぱりできるだけ自然に作られたものが、はい、生命力も強くて、はい、栄養のバランスも良くてミネラルもたっぷり含まれてて、うん、健康のためにいいと。ですから農薬いっぱい使ったお野菜が菜食でいいわけではないということですね。うん、じゃあいずれはあれですか、こちらのマホロバ農園でも、はい、豚とか鶏とかこう買ってみたいわとかあります？あります。もう本当に有畜複合、はい、有畜っていうのは畜産の畜ですね、有畜複合循環農法、はい、もうこのマホロバ農園の中だけで、はい、肥料もよそから仕入れたりせず、はい、全て循環して、完結すると、へ、うん、もうできるだけ自然のサイクルと微生物の力とか家畜の力を使って、はいはい、その対比だけで、はいはい、そうです、野菜を作るとか、はい、例えば草とかね、野菜の残さも突き込みながら、はい、
それだけでもう循環して、完全循環する形で、はい、そうですね、自己完結できるような、そういうあの農場になっていきたいなと。そしてそこから、あのできたお肉や卵も、うん、はい、あのうちのお店で販売できたり、私たちも食べられたりするようなですね。ぐるーっともっとここ広げればね、はい、なんかちょっと村みたいな、はい、それこそこの小国仮面ですか、そうですね、ちょっとしたこう村みたいな、この辺に収まっている、はい、まあ、何十人か 100人ぐらいとか、はい、もう村みたいな、はい、まほろば幼稚園とか小学校みたいなのもあって、はいはい、みんなでこう子どもたちの面倒を見ながら、はい、子どもたちも農園手伝ったりなんかしながらできたらすごい理想郷ですね、本当に。そうですね、はい、もう主人は最初からそれを目指してやってるんですけど、なかなかそれもあのいろんな条件が揃わないとね、あの難しいものですから。畑をこれだけやってきたということに、あの将来的にはそういった動物もね、家畜もね、はいはい、あの飼えたらいいなっておっしゃるひろこさんです。これから、まあ、個人的には、うん、あのやりたいこととしましては、今年の冬ぐらいから取り組もうかなと思ってるんですけども、うん、まあ、あの50年ほど自然食人生やってきまして、でいろいろとこう試行錯誤しながら自分なりの、自然観というか、食用観、健康観みたいなものを作り上げてきまして、それが体系化した形で自分の中に出来上がってきてますので、うん、それをまあ、自分の人生の総決算みたいな形で形にしていきたいかなと、本という本に書いていけたらなというふうに思っています。周りの方から今はまた本州方面でよくね、これまでのご経験をお話ししてくださいということで、講演の機会をいただくことがすごく増えてきてね、はい、でその先にやっぱりぜひ本にしてくださいというふうに言われるそうでね、はい、はい、いつかは本にまとめたい、はい、はい、もうずっとね 5,6 年前から言われてるんで、うん、もう今年こそはと思って。夏の間でも農作業があるから結構大変、冬に書きますかと思って毎年思ってるんですけど、冬になるとあっという間に冬が終わって今年こそという、今年こそ、今年はちょっとね、はい、いろんなところに宣言して自分を追い込もうと思ってます。なるほどなるほど、はい、そちらの本の完成も楽しみにしております。はいはい、今日のゲストは農業生産法人まほろば自然農園代表の宮下ひろこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。